そうですか。じゃあそこまで言うなら、今後もし孫ができても会わせませんからね。なんなのあの人。お母さん？お父さんをあんなにバカにして、あの人にお父さんの何がわかるのよ。え、なんで泣いてるの？だって悔しくて、何も知らないくせに。別にいい、俺は気にしてないから。でも私が嫌なんです。本当は言い返してやりたかった。でもびっくりして何も言えなかった。私もムカムカしてきた。確かに父も母も今時の夫婦からすれば古臭いかもしれない。でもそれでずっとうまくやってきたのだ。兄嫁に文句を言われる筋合いはない。お兄ちゃんにもうキミカさんを連れてこないでって言おう。キミカさんのせいでお母さんもお父さんも傷ついてるよ。あんなこと言う人はもううちに連れてこないでほしい。ちょっときつい書き方だったかな。でもお兄ちゃんからしっかり伝えてもらいたいもん。あ、返信来た。って、え？これお兄ちゃん？兄のアカウントだが、どう見てもキミカからの返信だった。私は悪くない。今の時代、男も女も平等なのよ。亭主関白なんて差別でしかない。お父さんはお母さんを奴隷のようにこき使っている。あんなの夫婦じゃない。労働の搾取よ。ちょっとお兄ちゃん？なんでお兄ちゃんに出したメッセージをキミカさんが返信してんのよ。ごめん。キミカに見せろって言われて。元から気の弱い兄は、キミカと結婚して完全に尻に敷かれているようだ。とりあえずもうしばらく実家には来ないで。私はお父さんもお母さんも大好きなの。二人を悲しませる人を近づけたくない。ムカついたけど、これできっと分かってくれるよね。だがその考えは甘かった。数日後。なんでまた来たんですか？見るに見かねて来てあげたんです。一応親族になったわけだし。はぁ？つまりお父さんやお母さんの育て方が悪いから、ミサさんみたいな若い女性の考えも歪んでしまったって伝えに来たのよ。この家は古いジェンダーの考え方にとらわれてるの。男性優位の思考や家長制度は壊すべきだと私は思っているので。私はお父さんを持ち上げる気はないし、むしろ女に全てやってもらって恥ずかしい人だと思っているわ。お母さんだって専業主婦なんていう家族の召使いやるより、もっと社会に貢献したらどうですか？いい加減にして。あなたに私たちの何がわかるの？お母さん？お父さんは何十年も家族のために働いて、私たちが不自由しないようにと頑張ってくれたのよ。外で大変な思いしてるんだから、家ではくつろいでほしいって思って何が悪いの？確かに家事はできないわ。でも私がキッチンを触られるのが嫌なの。掃除も自分の手でやりたいの。それじゃいけない？子育てだって普段は忙しくて手伝ってくれなかった。でも休みの日はいろんな場所に連れて行ってくれたわ。平日遅くまで仕事していたのに。私はずっと感謝しているの。お父さんのことを何も知らないあなたに何がわかるっていうのよ。お父さんをバカにしないで。母がここまで怒るのは見たことがない。母はいつもニコニコしておっとりした人だったから。ああ、そうですか。じゃあそこまで言うなら、今後もし孫ができても会わせませんからね。